会おめでとうございます。ありがとうございます。まずは今日の試合の振り返りからお願いします。まあ、全体的に相手にボールを持たれる時間が多くて、まあ、守備の時間が多かったんですけど、まあ、チャンスをしっかり決め切って勝てたので良かったです。はい。次は決勝戦、レイソル戦になります。こちら意気込みの方お願いします。はい。同じ千葉で、結構やっているの で、 で、まあ、関東リーグでも、1戦目負けているのでしっかり勝ちたいと思います。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。